はい、皆さんこんにちは。ちょっと待って、仕切り直そう。始め方がわかんないよ。はい、皆さん改めまして、動画見ていただきありがとうございます。高橋かりんです。はい、ということで、なんとこの度私高橋かりんの YouTube 公式チャンネルが開設されました。イエーイ。いやまさか自分がという感じなんですけども、まあね、せっかく YouTube を始めたからにはこう、まあ、記念すべき一本目としてこうオープニング動画みたいなものを撮りたいなと思って今こう、カメラを回してるんですけども、ね、まあ、実際はこんな感じで。静か。ね、静かな感じで、お送りしてるんですけども、まあ、きっとね、この動画がアップされる時にはこんな感じの BGM とかこんな感じのテロップとかこんな感じの効果音とかがね、いい感じに入ってると思うので、まあ、今回動画を撮影するにあたって編集もね、自分でやってみたいなと思って。ちょっと勉強して頑張ったので、皆さんぜひ温かい目で見てください。はい。まあ、でですね、今回、まあ、YouTube をやろうと思ったきっかけとしてはですね、まあ、私 Twitter の方で、ね、こんな感じでピアノの弾き語りの動画を、まあ、いくつか公開していて、本当に多くの方に見ていただけていてすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。で、まあ、一番最近に公開をした、まあ、私が約6年間活動をしていたプリズミというユニットの Hello My Future っていう曲をこうアップするときに、動画がね、こう2つに分かれてしまってたと思うんですね。こんな感じで。はい。で、ツイッターって、1回のツイートで、140秒だから、2分20秒の動画を、こう、1回のツイートで上げられるんですよ。まあ、でも、その時私が撮って、まあ、アップしようとしていた動画が、3分半あったんですね。だから、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、その時はね、こう仕方なく2つに分けてあげることにしたんです。まあ、でもその時にこれは YouTube を始めればこう長さを気にせずに丸々1曲分こうアップすることもできるんじゃないかと思って、で、まあ私この自粛期間中は、まあ、思い立ったらすぐ行動っていうのを目標にしていろいろやってたので、で、まあね、マネージャーさんに YouTube やりたいですっていうお話をしたら、まあ自分でも思っていた以上にものすごいスピードでことが進みまして、あっという間にこうチャンネルが開設されて今に至るという感じなんですね。いや、でも本当にいいですね、やりましょうって言ってすぐ動いてくださったマネージャーさんには本当に感謝ですし、あとね、今こうして実際にこう動画を見ていただけていることがすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。まあ私もうすぐ20歳になるのでね、二十歳に向けての新しいチャレンジということで、やっていけたらいいなと思ってます。で、まあ、私は、こう、普段、舞台とかお芝居を中心にやらせていただいてるんですけども、まあ、それ以外にも、音楽も、すごく好きで、まあ、ツイッターの方で、弾き語り動画もありがたいことに反響を、いただいているので、まあ、今後こちらのチャンネルでは、
まあピアノ弾き語り、まあ、あと歌ハモリとか、まあ、そういったようなジャンルでいろいろアップして発信していければいいかなと思ってます。まあでもね、やっぱりせっかく YouTube を始めたので、まあなんだろう、 YouTube ならではというか、まあ、YouTube だからできることみたいなものも、まあ、時々やれたらなーなんて考えてます。またね、その時は皆さんにこうやってほしいこととかのリクエストをいただいて、やってみようかなと思ってるので、ぜひその時はよろしくお願いします。はい、ということで ここまで喋り続けてきちゃったけど終わり方が分かんないなはい、まあこんな感じで不慣れなところも、あると思いますし、まあ、ゆるいチャンネルだとは、思いますが、ぜひぜひ、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと思います。これから YouTube の方も、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。